大森和樹は、日本の男性映画監督、脚本家。株式会社ファーストウッドエンタテインメント、代表取締役。大阪芸術大学芸術学部、映像学科学課長。大阪府大阪市生まれ。兵庫県芦屋市育ち、在住。医師の家に育つ。芦屋市立聖道中学校、六甲高,高等学校、京都府立医科大学医学部卒業。 もともと漫画少年であり、手塚治虫や正木守の作品などに影響を受ける。高校生時代から映画監督を目指して自主映画を制作し、村上智彦と違う。大学在学中の1973年から村上、西村隆らと映画自主上映グループ、グループ無国籍を結成し、新開地の映画館で放課のオールナイト上映企画を行った。 また、やはり大学時代に完成させた16ミリ映画、暗くなるまで待てない。が、自主映画ながら、キネは順方ベスト10で21位に入るなど、高く評価される。1978年、木戸賞受賞のシナリオを自ら監督した、オレンジロード急行で、商業映画デビュー。前年の東方の大林信彦、同年の日活の石井総吾らと共に、 自主映画作家が助監督経験なしに追って撮影所で、いきなり監督を務めるムーブメントとして、話題を呼ぶが、CF の分野で、商業映像の経験が豊富だった、大林、沢田幸宏との共同監督という形だった石井に、対し、全くのアマチュアでありながら、メジャー小地区の番宣作品で、単独の脚本兼監督を担当した、大森の事例は、際立っており、 今日に至るまで類例がない。この作は必ずしも高い評価を受けられなかったが、自身の体験をもとにして、大学病院を舞台にした作品、ヒッポクラテスたちで映画作家としてブレイクする。以降、中学校の先輩である村上春樹作品の映画化、風の歌を聴けを経て、1982年6月には、長谷川和彦、相馬井慎治らと若手監督9人による、 企画、制作会社、ディレクターズカンパニーを設立。1984年からの喫川は工事主演三部作以降、会社企画の娯楽映画にも対応できる、職人監督として、東方の信頼が厚くなり、斉藤幸主演の三部作、社外監督としては、初の参加となったゴジラシリーズなど多くの作品に、携わる。1998年に、 日本沈没1999の監督に起用されたが、小畜の経営不振により制作中止になった。都内に事務所を持っているもののデビューから一貫して関西を拠点としている。2000年4月から2005年3月、大阪電気通信大学総合情報学部メディア、情報文化学科教授。2005年4月から大阪芸術大学芸術学部映像学科。 同大学院教授、2015年第28回東京国際映画祭のコンペティション、部門審査員を務める。大森が監督を務めた、ゴジラ VS ビオランテ及び、ゴジラ VS キングギドラにて、平成ゴジラ VS シリーズの方向性を決定づけたとされる。大森は、ポリティカルフィクションを好んでおり、また自分たちの世代が、 軍人になったらどうなるかという思いを抱いていたことからゴジラは現代における戦争映画という想定で政治的、軍事的要素を取り入れている。VS、ビオランテ当時は SFX が流行していたため大森も特撮について勉強していたが監督と特撮監督が対等な立場であったことには驚いたという。撮影においては特撮犯と揉めるようなことはなく 互いにアイデアを取り入れるなど強調できていたと語っている。一方で特撮シーンは特撮班の担当となるため監督として主役のゴジラやクライマックスを撮影できないことは致命的だといい特撮部分にも目を通したいと述べていた。脚本を手掛けたゴジラ VS モスラでは自身で監督を務める意思もあったといいモスラに 思い入れがあったことから残念であったと述べている。VS シリーズを通して登場するヒロインサエグサミキについて独自にサエグサミキサーガを思い描いており、ミキの祖父が急に本陸軍で巨大兵器を開発していたなど想定している。ゴジラ VS ビオランテで主演を務めた三田村国彦は大森についてインテリだが大らかで映画業界特有の緊迫感がなく、 現場も和やかであったと証言している。ゴジラ VS キングギドラに出演した中川アンナは現場をアクティブに引っ張る熱血感であったと評している。ありがとうございます。